やっと全部情報出せた。一応ここに書いてあるのがこいつの脅威度っぽいんだよな。ザインは確か一番下の脅威度だったわよね。まあ脅威度分けすると確かこんな感じだったな。見ての通り左が一番楽で右が一番やべえぞ。なんで矢印こんなガシャガシャなのよ。とりあえずずっと防具一つずつ作って今日は終わりだな。めっちゃ作業したから勇気レベルが1上がってるわね。低いより高い方がいいっていうゴミみたいな覚え方だけしとくわ。お、アブノーマリティ選択か。相変わらず一番右だけ見えちゃってるから、まあ真ん中と左のどっちかだな。この文章、罪を犯してきた。うっ、頭が。一旦真ん中置いときましょうか。これは文章からは何もわからんな。いやまあこいつでいいでしょ。さて、3日目始まるぞ。何事もなく終わってくれればいいけど。とりあえず1人また追加で雇って全員に装備つけたぞ。前やってた時に入手した装備が残ってるのよね。これは使わないでおくわね。で、今回選んだアブノーマリティは、なんじゃこいつ。鎧か。初めて収容したから当たり前だけど、何の情報もないから怖いわね。とりあえずこいつらは適当に作業させといてと。で、問題はこいつに何の作業するかなんだよな。なんかお堅い感じするから抑圧と愛着いまいちな気がする。だけど、じゃあ様子見の本能でいくか。さてどうなるかな。なんか赤いボックスの方が多くないかしら。あれもしかしてこれやらかしたか。あらら、職員はダメージ食らっただけかしら。うわ、必要なポイント数多いな。試しに洞察開けてみたけど全部普通ね。ポイント貯めるの骨が折れるな。クリフォと暴走のアラームちょっと鳴ってたわね今。今度は作業する職員変えてやってみるわ。なぜ死んだ。全くわからないわ。初見って感じしたな。めっちゃ、とりあえずさっき作業しても死ななかった職員を送り込んでみるわ。お、さっきよりも評価良くなった。今回は試しに抑圧作業してみたのよね。まあまず管理方法開けていこうかな。一応抑圧も、あ、全部高い。管理方法開ける話はどこ行った。もう一回抑圧作業してみたわ。調子いいな。てか今度こそ開けるぞ管理方法。勇気ランクが1の職員が作業すると首を切られて死亡する。あ、さっき速攻死んだのってそれが原因か。そんなん知らないわよね。抑圧作業をするとなんか得る。なんかって何よ。なんかってそれが分かったら苦労せんて。で、そのなんかが与える影響は抑圧作業した数に応じて変化する。いまいちわからないんだけど、抑圧の効果が高いからっていっぱいやったらまずいってことか。とりあえず勇気ランクが2乗の職員を送り込めばいいのよね。見事暴走した。とりあえずさっきから作業成功してるこいつを送り込んでみたぞ。まあポイント欲しいからね。なんか出てない。あ、もしかしてこれがさっき言ってたなんかか。そうなのかしら。青い炎がついてるように見えるけど、なんかバフがついてるってわけでもないのか。特に音沙汰なかったわね。よくわからないけど、とりあえずもう一回作業させるのず。今度は抑圧じゃなくて本能を選んでみたぞ。
あんまり抑圧作業連続でさせたらいけないのかなって思って本能作業選んでみたんだけどどうかしらね。必要なポイントも結構多いしめっちゃ作業しないと。もうやだ。おい待てまだ3日目だぞナエルマ。3日目にして残り職員あと2人で。まあそのおかげでいくらか情報見ることできるようになったな。とりあえず愛着はダメと。まあこれ以上被害出したくないしこれで終了しとこう。あんま無駄に作業するもんじゃないかも。お、早速アブノーマリティ選択じゃん。今回は全部見たことが一回もないやつっぽいわね。へえ、これまたうっすらと浮かぶ図書館の記憶。手術。これはよくわからないわね。あらやだ簡潔な説明文。じゃあこれでいいかも。選ぶ動機頭悪すぎるだろ。本当に選ぶんかい。テンション高いな BGM。 このアンジェラ最高かわいいわね。なんかすっからかんすぎでしょ部署のメンツが。数人雇って装備もつけたぞ。で、今回終了したやつはなんこれ。鏡的な何かだな多分。つか左のここなんか表示違くね。数字が書いてあるけどよくわからんけど、まあ作業しないと始まらんよな。一回使ったら情報見れたわ。なになに？これ使うと全く新しい能力値を得る。か。それだけ？もう一回使ったらこいつの基本情報見れたわ。ツール型アブノーマリティっていう分類なのねこいつは。なんかあんまパッとしんな。でその後特に何も起こらず一日が終わったとさ。よく見たら正義ランク一つ下げられてるわね。で、次が5日目か。じゃあ今回はこの辺で終わりにするわ。へえ、次回は、ミッションやってみるか。